え？確かにそんなことをどこかで聞いたような気もしたが、それってマジだったのか？うんうん、マジも大マジ。吉郎おじさんも大絶賛。昨日のおもちゃ屋での部活、ゲーム中の暴れっぷりは実に見事だったからね。レナもあんな遊び方や盛り上がり方があるなんて知らなかったかな、かな。ここだけの話ですけど、私の近くにいた子たち、ケイチさんと同じ宅で盛り上がりたかったって悔しがってましたのよ。ケイチは何でも楽しそうに遊ぶことに関しては天才的なのです。確かにケイちゃんは普段の部活においてもとにかくよく盛り上がってくれますからね。監督もケイちゃんが雛見沢ファイターズに入ってくれたらさぞや盛り上がるだろうって言ってましたし。言ってましたね。昨夜会合の席でも入江先生、前原くんのことをベタ褒めでしたよ。ケイチくんは自分で思ってるよりずっと人を楽しくさせる力があるんだよ。そうかな。おじさんだって自分の仲間が可愛いからって推薦したわけじゃないよ。ケイちゃんならこの退任にきっと応えられるって思ったから推薦したわけさ。僕も同じ席にいましたですが、全然反対意見が出なかったのは驚きだったのです。前原くんは先生が思っているよりもずっと村中で評判なんですね。沖ノ宮界隈でも有名です。先日の雛見沢ファイターズと沖ノ宮タイタンズの試合でのあの助っ人ぶりはもはや現地では伝説的ですからね。あれはすごかったですものね。亀田さん目当ての記者の方々も度肝を抜かれてましたよ。どうかな、ケイチくん。レナはケイチくんにはその力があると思うな。みーちゃんだけの推薦で足りないなら、レナも推薦するよ。ケイチくんならきっと、綿流し実行委員の退任を全うできる。だいたいよ、俺実行委員の仕事なんて知らないから何の役にも立てないぜ。実行委員なんて堅苦しいのは肩書きだけだよ。ケイちゃんに満場一致でお願いしたい役はね、ズバリ叩き売りオークションの司会なんだよ。なんだよそれ。バナナでも売らされるのか。そこは先生から説明します。今年のお祭りでは新しい試みとしてオークション風に寄付品の叩き売りをやろうということになったのです。そこは複雑な事情があってね、町会で寄付品を集めてそれを商品にしてのみんなで参加できる何かをやりたいんだけど、過去の役員会でいろいろ大人の事情があって福引き抽選以外の方法で商品を分配したいってことになったんだよ。早い話が、昔ばあさんが癇癪を起こしときながら引っ込みがつかなくなったことがあるわけなんです。ばあさんって自分でトラブっときながらよく後悔してますよね。まあね。まあそんなわけで、福引き以外のイベントで何か楽しく商品を山分けできないかって話になったわけよ。それで出た案が
寄付品の叩き売りオークションってわけ。オークションってなんだか面白そうだね。ひょっとするとものすごく安くいいものが買えるかもしれないし、他の人が高値を付け合うのを見てるのも楽しいしね。しかも寄付品だから元手はタダ。実行委員会もなかなかお金儲けがお上手ですわね。売り上げは全部冬の鳥海温泉旅行の泡麦茶代になるのです。古いのです。フルデさんは泡の出る麦茶はまだまだいけません。だいたい話は見えてきたが、でもよ、俺はオークションの司会なんかやったことないぜ。でも圭一君ならきっとやり遂げられると思うな。売り上げの1割はお小遣いになるとか言われたらものすごい頑張りそう。まあな、実績に応じて何か得られるってならそりゃ頑張るだろうな。逆に実績が出なかったらとんでもない罰ゲームが待ってるかもしれませんでしたよ。ちょっと待て佐藤、なんで俺がそんなリスキーな条件を引き受けなければならないんだ。そもそも俺は依頼されてる立場だってことを忘れるなよ。俺はこう見えてもスケジュール多忙で忙しいんだぜ。そういうのはマネージャーを通してくれたまえ。どうよケイちゃん、もし何かご褒美がないといけないってんなら内容と条件次第では考えてもいいよ。私もケイちゃんを推薦した以上何としても引き受けてもらいたいと思ってるからね。最大限配慮するよ。ほう、太っ腹じゃねえか。さーて何がいいかね。罰ゲームを何にするかというのはよくあるけど、ご褒美は何がいいってのは初めてかもしれないね。言われてみればそうですわね。私たちってつくづく過酷な状況で戦ってますのね。めったにない美味しい話に圭一が困っていますのです。みーちゃんの方で何か提案できないの？何でもいいよって言われたらかえって思いつかないよね。そうだね。あ、じゃあこんなとこでどう？エンジェルモートのデザートフェスタの入場券とか。おねえ、ケチくさいこと言わないでドーンと3年分くらいプレゼントしちゃえばいいじゃないですか。あら、それは豪華ではございませんの。確かデザートフェスタのチケットってものすごい高倍率で闇取引もされてるんだろ。そんなのを3年分なんて本当にいいのかよ。もちろん成功報酬だよ。盛り上げてくれないとダメだからね。大丈夫だよ、圭一君ならきっと大盛り上がりになる。それについては私も同感です。というかどんなめちゃくちゃな売り工場が飛び出すかかなり楽しみです。たとえタコの入ってないたこ焼きであっても行列させてしまいそうですものね。おいおい、さすがにタコなしたこ焼きは無理だろ。いやいや、ケイちゃんなら見事売りかねないね。うんうん、小麦粉の味が素朴でヘルシーとか言いそう。お前ら俺をおだててるのかバカにしてるのか微妙だぞ。どうですか前原くん、先生もあなたならきっとうまく盛り上げてくれると思います。僕も圭一の口先マジックが見たいのですよ。みぱー、バナナの叩き売りだってさ、
その売り工場の切符の良さに感服して買わせるわけだしね。前原圭一、ワンマンショーでございましたよ。楽しそうですわね。おいおい、俺はまだ引き受けると言った覚えはないぞ。大丈夫だよ、圭一くんならできるよ。ちぇ、レナメ、他人事だと思って気楽に言いやがって。はお、そんなつもりじゃないのに。どうかね、前原くん、わしも君ならやれると思うぞ。男なら一つみんなの期待に応えてみんかね。よっしゃ、俺も男だぜ。そこまで言われちゃ引き受けないわけにはいかないな。見てろよ、俺がやるからにはドカンと盛り上げてやるぜ。エンジェルモートのチケットを忘れるなよ。3年どころか10年分くらい進呈したくなるくらいに盛り上げてやるぜ。よく言ってくれた、ケイちゃん。しかしよ、よく俺みたいな若造を推薦して町会の人が納得してくれたよな。まあ基本的には頭の固い年寄り連中ばっかりですけどね。時代も徐々に変わり始めてるってことです。ひなみざわもダム戦争に打ち勝って、これからは新しい時代を築き、どんどん栄えさせていかなくちゃならない。だから若者歓迎、よそ者飛び入り大歓迎って風にどんどん意識改革をしていかなくちゃならないんだよ。圭一は若くてよそ者で、しかも受けがいいので、まさにぴったりなのですよ。受けがいいね。どうして俺の知名度がそんなに高いのか不思議でならねえぜ。多分みーちゃんの罰ゲームと密接な関係があると思うかな。かな、やっぱりそれか。じゃあこれで決まりですね。先生の方から今夜前原くんのご両親に電話でお話ししますので、一応前原くんの方からもご両親にこの度の件を話しておいてください。前原さん、聞いてましたよ。すごいじゃないですか。町会から推薦を受けるなんてすごい名誉ですよ。おお、富田君に岡村君か。そんな名誉なら君らに譲ってもいいぞ。うん、無理ですよ。前原さんじゃなくちゃ務まらないです。
そうだそうだ、忘れてた。うちのバッチャがね、いっぱいおはぎを作ったんだよ。学校のみんなにも食べてもらえって持ってこさせられたんだっけ。あらあら、たくさん入っていますのね。クラス全員に食べていただけそうなくらいありますわよ。バッチャはおはぎを作るのが大好きなんですよ。どういうわけか。総平が大好きだったのですよ。ああ、じっちゃが好きだったらしいね。山盛り食べたらしいよ。じゃあみーちゃんのおばあちゃんにとってはおはぎは亡くなったおじいちゃんを思い出す大切なものなんだね。そうなの？じっちゃが好きなのって缶詰だと思ってました。シオンは缶詰がダメなんだよね。あ、そうなの？どうして？缶詰臭と言いますか、あの独特の鉄臭さがどうも苦手で。あら、人に嫌がるかぼちゃを無理やり食べさせて好き嫌いはいけないとか言ってる人が随分の話でございますのね。ふふん、実はね。ちょっとね、人が嫌がることを言うなんて最低ですよ。なんだかわからんが、ミオンが珍しく握ったシオンの弱みらしいな。面白いから普段の恨みを晴らせ。ほれほれ。お姉に言われるくらいなら自分で言います。ですね、笠井っていうたちの悪い親父がいましてね、そいつがですね、純粋無垢だった幼い私にですね、缶詰の中にはたまに人間の肉が混じっているとか、とんでもないことを吹き込みやがったせいなんです。都市伝説にたまにそういうのがあるね。あるある。俺たちのとこでも牛丼の肉は実は犬の肉だとか、ハンバーガーにはミミズの肉が混じってるとか聞いたことあるぜ。そんな話がありますの？そんなの聞いてしまったらもう牛丼もハンバーガーも食べられなくなりますわね。そうなんですよ、さとこ、私はトラウマを負わされた犠牲者なんです。同情はしますけど、かぼちゃフルコースの恨みと相殺するにはまだだいぶ足りませんわね。さとこは根に持ちすぎなのですよ。僕は美味しくてペロリだったのです。なんだかよ、そんな話をしてるとさ、このミオンのおはぎにも何か妙なものが混じってそうな気がしてくるよな。ほう、確かにこの私が持ってきたおはぎだもんね。中に何の細工もないってのは確かに不用心だよね。どうしたのですか、圭一。いや、
なんでもないよ。前にもミオンにおはぎをもらったことがあったような気がしたんだけど、これが初めてだよな。そうなの？みーちゃん。いや、これが初めてだと思うな。何かの勘違いじゃない？私の記憶でも、ミオンさんが学校におはぎを持ってきたのは、今年はこれが初めてのはずでしたよ。はは、わかった。おじさんが持ってきたおはぎだもんだから、何か罠があると思って警戒してるんでしょう。そこは威張るとこじゃなくて、日頃のお姉のそこを反省すべきとこだと思いますけど。そうだよな。同じおはぎでもレナとかが作ったおはぎなら絶対そんな風には思わない。レナっておはぎ作るの何気に上手なんだよな。小さいけど丁寧で。あ、レナおはぎなんて作ったことないよ。ケイチ、さっきからおはぎをじっと見て、どうしましたのですか？いや、デジャブだっけ？既視感だっけ？ほら、たまにないか？初めて見るものなのにさ、過去にすでに見ていたように感じるときって。ケイチは、過去にもミオンにおはぎをもらったように感じるのですか？でも気のせいだよな。ミオン自身そんなことは覚えがないって言ってるしさ。ケイチ、ありもしない記憶なんてありませんです。もしケイチが覚えているのなら、それは本当にあったことなのですよ。大予言のリカちゃまが言うと、なんだか不思議な感じがしてくるな。それってつまり、輪廻転生とかそういう話なんだろ？僕は宗教のことはよくわかりませんです。ただ、僕が言いたいのは、ケイチが知っていることなら、それはあったことなのです。だからそれを、思い出してほしい。気のせいだと片付けないで記憶としてほしい。僕が何を言っているのかわかりますですか？ん？リカちゃんがそう言うなら、じゃあ俺は別の世界とかでミオンにおはぎをもらったことがあるんだろうな。バカにしませんから、全部話してください。どこでどうして、なぜミーにおはぎをもらうのですか？いつどこでどうしてなんて具体的に聞かれれば聞かれるほど、やっぱり妄想だったんだなって思っちゃうよ。寝ぼけて見た夢なのかもしれないな。
夢でもいいのです。もっと覚えてるはずなのです。話してください。な、俺は多分学校を休んだんだよ。風邪なんだと思う。それでミオンのやつ、お見舞いのおはぎだって言って持ってくるんだよ。今日言ってるのと同じで、おばあちゃんが作ったって言ってた気がする。それで？うん。それで、そのおはぎを食べるんだよ。二人を返した後に。それでさ、おはぎの中から。ここから先は間違いない。漫画の受け売りだよ。多分昔読んだ漫画のエピソードと記憶が混同してるんだ。そんなことがあるわけない。ケイチ、話を続けるのです。おはぎを食べて中から。ああ、いや、俺が小学校の頃に読んだ怖い漫画にさ、ハンバーグの中に裁縫針が混ぜられているっていう話があったんだよ。シオンもさっき言ってたろ。小さい頃に怖がらされると、トラウマになって残るっていうやつだよ。今でもさ、ちょっとでも怪しいシチュエーションがあると、針が混じってるかもしれないなって考えちゃうんだよ。もちろん、ちょっと考えるだけだぜ。みんなの弁当をつっつくとき、いちいち中身を改めてたら失礼だもんな。針を混ぜるなんて危ないいたずらなんて、絶対するわけがないって思うから、そんなくだらないトラウマなんか気にしないで食べてるんだよ。でも、今でもちょっと怖いのですね。未だに忘れられないってことは、今でも心の中にはちょっと残ってるのかもな。では、そのミーのおはぎからは、出てきたのですね。裁縫針が。ああ、出てきた。ケイチは目の前にあるこのおはぎにも針が混じっているように感じて怖いですか？だからさっきから手をつけられない？あ、ケイちゃん、おはぎ嫌いだった？嫌いだったなら無理しなくても。お姉のおはぎなんで、
中に何か妙なものが仕込まれてるって疑ってるんですよ。いや、はっきり断言できるぜ。ここにあるミオンのおはぎには針なんて絶対に入っていねえ。は、針？そんなのなんでおじさんが入れるわけ？当たり前だよな。ミオンは確かにおとなしくお見舞いを持ってくるようなやつじゃない。タバスコを入れるとかそういう冗談はやるかもしれないが、間違っても針なんて混ぜない。シャレになることとならないことのけじめははっきりつけてる。だからそんなことは絶対にありえない。じゃねえかよ。うまくて当然。針なんか入ってなかったでしょ。そりゃそうだよな。本当にすまん。自分でもくだらないトラウマにずっと縛られてたって呆れるぜ。おい、ミオ。何？おはぎ、うまかったぜ。は？大きなカバンを担いできた甲斐があったよ。さあさあ、さとこもケイちゃんを見習ってカボチャをガブリといきましょう。よく煮込んでありますから柔らかいですよ。シオンさんのお弁当は何を食べてもカボチャが出てくるんですもの。私がトラウマになりましたよ。シーちゃんはさとこちゃんのカボチャ嫌いを直すのに頑張ってるんだね。シオンも熱心だよね。まったく将来の妹のつもりなのかね。ケイチ、もしもですよ。うん、もしもなんだよ。本当に食べ物から裁縫針が出てきたらどうしますか？そんなことあるわけないね。リカちゃん、脅そうったって無駄だぜ。ケイチ、それでも出てくることがもしもあったなら。しつこいぜ。そんなことは絶対ありえないし、信じない。わかりましたです、ケイチ。しつこくてごめんなさいなのです。もしも針が出てきたら、それはきっとケイチの勘違いなのですよ。ミーが混ぜたなんて絶対に思わないであげてくださいなのです。ミオンを疑うなってことなんだろ。ああ、当然だぜ。俺は絶対に仲間を疑わないぞ。
おお、いろいろとあるな。お中元のタオルセットとか、使い古した家具あたりまでは想像してたが、何気に結構いろいろあるじゃねえかよ。すごいね。テレビや冷蔵庫まである。それにこれまだ新品同然だね。驚いたでしょう。その崎家関係のお店から余り物とか店頭展示品とか、売り物にはならないけどまだまだ新品同然のものをいろいろと供出してもらったわけよ。型遅れ品とかをあまり気にしないならちょっとは立派なもんでしょ。電化製品に貼り付けてある日焼けした新製品というシールがなんだか哀愁を誘いますわね。いやいや、さとこ、そういうのが逆にポイント高いんだぞ。他人の使用済みの道具よりは多少すすけてても未使用の方が気持ちよく使えるってもんだ。みー、最近の若者は潔癖なのです。私はあんまりそういうの気にしないから、安ければこういうのもいいかな。レナさんはさっきから家具類に興味があるみたいですね。一人暮らしでも考えてるんですか？あ、ううん。お父さんとお家の模様替えをしようって話になってるの。でもちゃんとした家具屋さんで買おうとすると高いから、こういうリサイクル品を探してたの。模様替えって家具まで変えちゃうんですの？ずいぶん大掛かりですのね。うん。うちのお父さんね、つい最近やっと就職したの。だから新生活のための新規一点ってことで大掛かりに行きたいの。レナのお父さんは就職したのですか？うん。お母さんと別れてから丸々一年就職しようとしなかった。レナも怒ってたんだよ。ちゃんと働きなさいって。お母さんとお父さんが別れたんですの？うん。前に住んでた町でね、離婚しちゃったの。それでお父さんとレナは雛見沢に戻ってきたんだけどね。お父さん、離婚のショックからずっと立ち直れなくて。ずっと寝たり、ぼーっとしたり、遊んだりしてるだけだった。離婚も失恋も、相手を愛した分だけ傷も深まります。その落ち込みの深さは、決して悪いものじゃないと私は思いますけど。そんなロマンチックな話ならいいんだけど、それでお父さん、いつの間にやら悪いお店に入り浸っていることが分かっちゃったの。ある日預金通帳を見て、ひどい金遣いにびっくり。レナのお母さんはさ、結構有名なデザイナーさんだったらしくてさ、相当稼いでたらしいんだよね。そのおかげでだいぶたくさんの慰謝料をもらってたらしい。そのせいでお父さんは働かなくても生活できちゃったんだよね。それが立ち直りを遅れさせちゃった原因の一つかもしれない。それは一理あるな。お金に余裕がなかったら働かざるを得ない。そうすりゃ忙しくなって落ち込んでる暇なんかなくなるもんな。朝起きて登校や出勤をして、夕方に帰ってきて食事して寝るっていう当たり前の生活習慣は乱れると結構堕落するもんです。私も学園から抜け出してきた後、しばらく無職な生活をしてたことありますから、よくわかります。お家に引きこもって一人でうじうじしているのが一番いけませんです。そうだね、リカちゃんの言う通りだったんだよ。だからレナね、
お父さんときっぱり話をしたの。課長としての責任とか、親としての自立とか、そういう話をお互いに正座しながら一晩みっちりと。レナって普段はチャラけてるけど、ここ一番ではきっちりしてるからな。親が相手でもきっちりってのはさすがだぜ。そんなことないよ。レナも最初はショックだったよ。だってお父さん、なんだか知らない女の人に貢いでるっぽかったんだもん。娘としてはショックだよ。それでレナはどうしたのですか？うん、一人で悩んでるうちは全然ダメ。悪いことばかり考えちゃって。だからみーちゃんに打ち明けて相談してみたの。私は話を聞いて相槌を打っただけだよ。レナが自分で考えをきっちり整理して、父親とちゃんと話をするべきだって結論したんだよ。相談なんてとんでもない。いや、そういうのは大事だろ。人に話すことで悩みってのは結構冷静に考えられるもんだしな。そういうもんですかね。相談する程度で解決する悩みなら、その程度だったってことじゃないんですか？そんなことないよ、しーちゃん。私もみーちゃんと話をするまでは、相手の女の人を闇討ちしようとか、物騒なことしか思いつかなかったもん。でも、よくよく考えてみれば、そんなの全然最善の解決策じゃない。まず、話し合うことから始めないとね。それでレナは話し合ってどうしたのですか？うん、お父さんがグダグダしてるのはお金のせいだってことになってね。口座を別の銀行に移し替えて、通帳と印鑑はレナが預かることになった。だからお父さんは毎月私からお小遣いをもらってるんだよ。なんだかレナさんのお家は親と子が逆転してしまってますわね。結局さ、むやみやたらな大金がレナのお父さんを堕落させてたわけさ。金銭感覚が戻れば変なお店にも行かなくなるし、ちゃんと働かなくちゃいけないって気にもなるからね。でも、あれはいいタイミングだった。お父さん、知らない女の人のマンションの頭金を払おうとしている矢先だったの。危ないところだった。レナが笑顔で話す割には、よくよく聞いてみると、随分ヘビーな話だな。一歩間違えば、家庭崩壊だったんだよな。そうだね。もしあの時、私がみーちゃんに相談しなくて、うじうじと今日を迎えていたら、今頃きっと。うん。その女の人を殺そうなんて考えていたかもしれない。偉いよな。家族の問題なんて恥ずかしくてなかなか話せるもんじゃないぜ。そうだよね。兄ちゃんに打ち明けようと踏ん切りをつけるにはレナもちょっと時間が必要だった。決め手になったのは夢なの。夢ですか？うん、あの頃は布団の中でいつも一人悩んでた。だからきっと夢の中でまで私は悩んでたんだと思うの。
夢の中の未来ではお父さんはその知らない女の人ともっともっと仲良くなってて、とうとうお家にまで連れ込むようになってるの。それはとても嫌な、いえ、辛いシチュエーションですわね。うん。それはとても辛いシチュエーション。私は家に居場所がなくなって、だんだんと追い詰められていくの。それで、ちょっとした些細なきっかけで、私はその女を殺してしまう。夢にしては嫌に生々しい展開ですね。それで？そしたらもう、私は人殺しなんだよね。誰にも殺しのことを知られたくないって。怯えて、怖がって、誰も信用できなくなって、毎日毎日を死体を埋めた場所で過ごすの。その場を離れたら、誰かに死体を見つけられちゃうような気がして、いつまでも、いつまでも。嫌な未来だな。夢の中だけで済んでよかったと思うぜ。あれは、夢だったのかな？私はね、あれはきっと、そのまま何もしないでいたら、きっと迎えた未来なんじゃないかなって思うの。だから翌朝目が覚めた時、とても怖くて、震えが止まらなかった。私とお父さんの家なのに、知らない香水の匂いがするような気さえした。そしてその夢が現実になるのが、来年なのか、来月なのか、ひょっとしたら、明日なのではないかと、どんどん怖くなったの。そこまで追い詰められたら、もうみーちゃんに打ち明けるのにためらいはなかったね。レナがものすごい神妙な顔で、内緒の相談があるなんて言ってきた時は、おじさんはてっきり変な検査薬で陽性でも出ちゃったんじゃないかと真面目に思ったよ。まあ実際、今だから笑い話だけど、当時は本当に笑えなかったね。みーちゃんは本当に頼りになったよ。落ち着いて私の話を聞いてくれて、現実的な解決の糸口を探ってくれた。それで、やっぱり親子でちゃんと話さないとダメだっていう当たり前の到達点にたどり着いたってわけ。それは、夢ではなかったかもしれませんですよ。そうだね。ただの夢じゃなかったのかもしれないね。もしその夢を見なかったら、レナはミオンに打ち明けなかった可能性もあるもんな。レナの人生を決めた重要な夢だぜ。夢か。あんたも夢を見るんだ。ええ。だから思ったの。人と相談するのはとても大事。仲間は
ただの遊び友達じゃない。本当に大切なことを打ち明けられる重要な存在なんだって。そんな当たり前のことに気づいたの。そうだな。だとしたら、レナにとっては親子の問題を解決しただけでなく、仲間の重要さにも気づけたわけなんだな。うん。だから私も誰かが悩みを持ったら相談に乗りたいし、助けたい。絶対に力になりたい。だから私が打ち明けるに足る仲間だと信じてほしい。み、とても大切なことをレナが言っていますです。中におった？ああ、ごめんなさい。今開けます。ちょっとみんな、手を貸してくれる？なんだなんだ、どうした？叩き売りの司会を引き受けてくれたんね。もうみんながあんたしか適任がいないんて太鼓判押すんよ。だからおばさん、前原くんの司会が楽しみで楽しみで。あ、いやせいぜい頑張りますので、そのあまり期待しないでくれると嬉しいです。そんなこと言っちゃって。今日ここに来たのも、売り物を吟味して売り文句を考えておきたいからなんですよ。当日は期待しましょう。したら、叩き売りはちゃんと来ないかんね。ミオンちゃんはどうする？まだ残るんかいね。あー、いや、もう私たちも帰ります。もういいよね、ケイちゃん。まあ雰囲気さえつかめりゃあとは出たとこ勝負だ。なるようになるだろう。綿流しには興味ないんだけど、ケイちゃんの司会は見たいな。私も来ようかな。シオンさんもぜひいらっしゃいませ。みんなで一緒に騒ぐのは楽しいですわよ。私は反対。シオンは沖ノ宮に住んでるんだから、沖ノ宮の祭りにでも行っちゃえ。レナはシーちゃんが来るの賛成。シーちゃんが来るとミーちゃんが面白くなる。では多数決により C の参加は決定なのですよ。というわけですお姉。当日は私のせいでお姉の地味っぷりが露呈しちゃうかもしれませんけど、まあ仲良くしてくださいね。シオン嫌い、シオン嫌い、シオン嫌い。じゃあ出よう。
忘れ物とかない？明かり消すよ。このだだっ広い境内がお祭り一色になるんだよな。なんだか全然想像がつかないぜ。すっげえ楽しみだ。模擬店とかがいっぱい並んで、人もものすごいたくさん来るんだよ。きっと圭一くんもびっくりするかな、かな。年に一度なんてケチなことを言わず、季節の旅にやってくれてもいいんですのにね。そういや、季節の旅に来る人はいたね。はい、そんな人いましたっけ？あ、それは俺もわかるぞ。この間会ったカメラマン風の人だろ。名前はなんて言ったっけ？圭一は富武を知っていますのですか？そうそう、富武さんだったな。いや、先日の帰り道で会ってさ、ミオンとレナに教えてもらっただけだよ。妙にたくましい体つきの割に腰の低い感じのおっさん。季節の旅に雛見沢に来てる熱心な旅行写真家なんだろ。自称でございますけどね。あはははあの人が来ると今年ももう綿流しだなって気がするよ。それで綿流しが終わると本格的に夏が始まるんだよね。そうだね。でも今年は暑くなるのが早いからもうセミが鳴いてるけどね。異常気象とかテレビで言ってますわね。温暖化がどうしたこうしたとよく聞きますわ。へへ、暑い夏大いに結構じゃねえか。夏が涼しかったらなんだかつまらないぞ。そうですね。季節通りの気候の方が気分がいいもんです。冷夏や暖冬はなんだか損した気になります。夏に負けないくらいこの夏の私たちも熱くいこう。綿流し祭、何人だ。綿流し祭六強爆投だね。今年の綿流しもみんなで一緒に楽しく過ごせますですよ。そうだね、楽しく過ごせるといいね。お、レナは知らねえな。リカちゃんのは希望的憶測じゃねえんだぜ。本当の予言なんだぜ。だからリカちゃんが当日は楽しくなるって言ったら絶対にそうなる。だってこれは運命なんだからな。そうだろ、リカちゃん。はい、運命なのですよ。当日さ、すぐにオークションってわけじゃねえんだろ。うん、始まるのは奉納演舞の一つ前だから、夕方からならみんなで一緒に遊ぶ時間は十分にあるよ。そうですわよね。初めてのお祭りなのに一緒に遊べないなんて気の毒ですもの。ケイちゃんの叩き売りを楽しんだ後はリカちゃまの奉納演舞ですか。なかなかいいじゃないですか。ということは僕は圭一の司会を最後まで見られず、途中で演舞の準備に行かなくてはならないのです。へえ、リカちゃんも出番があるのか。演舞ってなんだ。やっぱり古手神社の巫女さんだから何か神事でもやるわけか。綿流しの名の通り、お布団の綿を清める演舞と儀式があるの。リカちゃんがとっても頑張るから、ケイチくんもいっぱい応援してあげてね。それでね、それでね。
リカちゃんが巫女さん装束で重い細具をフラフラしながら振るうのがね、とってもとっても可愛いんだよ。お持ち帰り。さとこ、いびきがかわいいのですよ。リカは機嫌がいいようなのです。うん、確かにそうかもしれない。リカ、お酒はダメなのですよ。いいじゃない、今夜くらい。ダメです、ダメです。リカにはワインは早いのです。リカは私よ。リカが飲みたいものはリカが決めるわ。ダメです、僕はワインが嫌いなのです。ダメです、ダメダメ。今日は喧嘩はなしだってば。わかったわ。じゃああんたにも飲みやすいように甘いオレンジジュースで割ってあげる。それならいいでしょ。ワインのあの匂いが嫌いなのです。だからダメダメ。やめなさい、サトコが起きちゃうでしょ。残念でした。なのです、僕はリカ以外には見えないし聞こえませんから。いくらトタンバタンしてもリカにしか聞こえないのです。あっかんべー。はは、あんたはたまに身の程をわきまえないわね。はい、問題。私がおつまみに激辛キムチをいっぱい食べて羽生が辛い思いをするのと、オレンジジュースで割った甘いワインを飲んで一緒に月を楽しむのと、どっちがいい？飛び跳ねるのはおやめなさいませ。今何時だと思ってるんですの。
ほら、あんたのドタンバタンがうるさいって注意されたわよ、この安眠妨害。あうあう。ほら、羽生、これくらいの薄さなら平気でしょ。このくらいなら平気なのです。そう、じゃあ今夜はこの濃さにするわ。もう怖がらないで、辛いのはしまうわ。ねえ、羽生。あなたも、今回は何かが違うって感じてる？圭一や、レナの話ですか？それから多分、シオンもね、みんな。過去の世界を、ごくわずかだけど記憶してる。そして、それを活かして、致命的な失敗を避けている。ここには、そう珍しいことではないと思いますです。でも、ケイチやレナ、シオンなど、みんながみんな同時にそうなることは、僕もとても珍しいことだと思いますのです。私はよく、自分の運命をスゴロクに例えるんだけど、これは、三つ振ったサイコロが、みんな六だったような、そういう幸運じゃないかと思うの。僕たちの望む未来に、最も近い位置からのスタートという意味では、理科のその例えは正しいと思いますのです。でも、これは理科が期待するような意味の奇跡ではありませんですよ。リカが頑張ろうという強い意志を見せたので、天の神様が祝福しているのに違いないのです。あんたも神様じゃなかったの？リカは僕をいじめる時だけ神様扱いしますです。冗談よ。お願いだからいじけないで。そんなわけだから。今夜はとても機嫌がいいのよ。今度こそ、昭和58年の死の運命から逃れられるのでしょうか。逃れることがゴールのすごろくなのだとしたら、これほど幸先のいいスタートは、もう二度とないかもしれない。Thank you.
羽生、何度も繰り返した話で申し訳ないんだけど、また付き合ってほしいの。いいのですよ。どうしてリカが必ず昭和58年に殺されるかですね。うん。強い意志は強い運命を生み出すということは、私が昭和58年に必ず殺されるのは相当の強い意志に基づいているということになる。おそらくそうだと思いますです。フルでリカを殺して誰がどんな得をするのかしら。強い意志があるのですから、おそらくは明白な動機があるものと思いますです。自分で言うのも嫌だけど、フルでリカは村人みんなに好かれていると思う。一般的な村人に殺害動機があるとは思えない。少なくともこの村に住まう人間である以上、リカに好意を抱かない人間はいないはずなのです。あんたのおかげでね。あう、あう、あう。今のは感謝の言葉よ。まあいいわ。長いこと疑ってきた園崎本家も違った。となると、私を殺したい人間や勢力が思いつかない。むしろリカにとっては世界中のどこよりもこの村にいるのが安全なはずなのです。そうね、世界中のどこよりもここが安全なはずなの。私を殺そうとする人間がいるどころか、私を守ろうという人間がいるはずなのに。リカ、やはり入江たちを頼るのはどうですか。それが狙いなのかしら。富武と高野を殺し、私を守る者を排除して、それから殺す。確かに高野たちの死は、リカの死と密接に関係する先触れなのです。同じ運命なら、いや、同じ犯人が同じ目的でやっている犯行なら、あの二人の死を、なんとか覆すことで、
私の運命もまた覆せるんじゃないかしら。リカは多分覚えていませんですが、ずいぶん前にもそう言って実行したことがありましたです。それに、リカは入江たちのことは嫌ってると思いましたです。まあね。連中は明らかに私たちをモルモットだと思ってるし。高野たちに接触して彼らを救えるようまた努力してみようと思うの。あ、大丈夫よ。どうせ殺されると思ってるから変に期待してない。だから期待を裏切られても全然平気よ。はぁ、リカがひどいことを言ってますのです。もし死の運命から逃れられれば私の運命に対して大きな影響を与えてくれるのは間違いない。そして今回は、それでも二人が殺されるのを前提に話をしてみようと思うの。つまり、二人が殺された後、私にも及ぶだろう危害への警護について、ちゃんとそういう指示を出してくれれば、高野たちの死後も私の身辺は、強固に警備されているかもしれない。いずめで考えれば考えるほど、二人の運命と私の運命はつながっているのね。そうやって考えると、あの二人を見殺しにした時点で、私の運命は逃れられないものに決まってしまうのかもしれない。なら、リカのすべきことはもう明らかなのです。そうね。
自分の命より先に、あの二人の命を救う方が先決ってことね。損得の問題ではなく、何かの怨恨かもしれないとは随分思ったわよね。私個人じゃなくて、フルデ家に対する恨みみたいなものが伝統的に御三家とかに残ってたりして、私が爆弾だと知らないからこそ殺したと。盲信的な何者かなのです。まあ、いくら考えてもわからないし、どうでもいいことかもしれないわね。誰かが私を必ず殺す。その事実から逃れられれば、他はとりあえずどうでもいいんだから。もういい時間ね。とこに戻らないと。明日が辛いわ。僕もそう思いますです。おやすみなさい、なのですよ。